2018年、宮崎県の集落で暮らす一家で夫婦喧嘩が発生し、夫に喧嘩の仲裁役を頼まれた男性が夫婦の自宅へ向かいました。その後、一家全員及び男性との連絡が一切取れなくなったため、警察が彼らの自宅に向かうと、そこにはおびただしい量の血痕と関係者たち合計6名の凄惨な殺傷死体が残されていました。果たしてこの一家で何が起きたのでしょうか？ということで今回は些細な夫婦喧嘩が引き金となり、なぜか関係者が全員凄惨な死を遂げてしまった不可解な事件、高千穂6人殺害事件についてご紹介していきたいと思います。では行く。始まり。2018年11月25日午後6時ごろ、宮崎県五ヶ瀬町で農業を営んでいた44歳男性松岡文明さんは、自身が所属する消防団の詰め所で開催された飲み会に参加していました。松岡さんが飲み会を楽しむ最中、隣町の高千穂町に住む知人男性飯星正弘さんから、松岡さんの元に夫婦喧嘩の仲裁を行ってほしいとの電話が何度もかかってきました。その後、松岡さんの知人たちはすでに時刻が午後9時を回っていた上、抜き差しならないトラブルに巻き込まれるかもしれないと松岡さんを止めるのですが、彼は周囲の制止を振り切り、飯星さんの自宅へ軽トラックを運転して向かいました。松岡さんが周囲の忠告を聞かずに飯星さんの元に駆けつけた理由ですが、松岡さんの知人からは、消防団や地域でも後輩から人望があり、困っている人がいたら無視できないタイプ、頼まれたら断れない性格だったとの証言が寄せられたため、松岡さんは知人である飯星さんに夫婦間のトラブルの仲裁を必要に頼まれた結果、断ることができなかったと考えられました。その後、日付が変わっても松岡さんが自宅に戻ることはなかったため、松岡さんの父親が早朝に飯星家へと訪れ、敷地内には立ち入らずに外から様子を伺ったものの、特に不審な点は見られなかったため、すぐにその場から立ち去ったそうです。また飯星さんの娘である7歳の飯星結衣さんも小学校に登校しておらず、学校関係者が飯星家に電話をかけたものの、誰とも連絡が取れませんでした。その後、結衣さんのことを心配した教頭が飯星家を訪問したものの、呼び鈴を鳴らしても反応はなかった上、玄関も施錠されていたため、何らかの事情で家を開けていると考え、不審に思いながらも警察に通報することはありませんでした。そんな中、飯星さんが出勤時間になっても勤務先の建設会社に姿を見せなかったため、会社の同僚は普段一度も無断欠勤をしたことがない飯星さんの身に何かが起きたと考えました。ですが、会社から飯星さんの自宅までは車で1時間ほど離れており、すでに始業時間を過ぎていたため、同僚は飯星さんの弟に飯星さんと連絡が取れないと報告しました。その後、飯星さんの弟が午後11時頃に警察に事情を説明したことで、通報を受けた警察はすぐに飯星家に向かうのですが、そこには複数の凄惨な遺体が残されていました。凄惨な現場。飯星家に訪れた警官が室内に入ると、そこにはおびただしい血の海が広がっていたため、警察がすぐに部屋中を調査したところ、風呂場と脱衣所には飯星さんの妻である飯星美希子さんの遺体と長女の結衣さんの遺体が横たわっていました。また二人の遺体には素手で首を絞められた跡があり、犯人が殺害に凶器を用いていないことから突発的な犯行だと推察されました。さらに寝室には飯星さんの父親である飯星康夫さんと、飯星さんの長男である21歳の飯星拓海さんの殺傷死体が残されており、二人は何者かによって鋭利な刃物で何度も刺され死亡したことが判明します。また飯星家の庭には飯星さんの母親である飯星美穂子さんの遺体が残されており、捜査関係者は凄惨な凶行を室内で目撃した美穂子さんが逃げ出したところを犯人が切りつけて殺害したと推察しました。さらに美穂子さんの遺体は首と胴体を切断されており、あまりにも残酷な犯行だったことから、捜査関係者の中では犯人は被害者の首を切断するほど強い殺意を抱いていたため、強盗目的の犯行とは考えづらく、怨恨によるものではないかとの憶測が寄せられました。そして仏間には前日から行方をくらませていた松岡さんの殺傷死体が残されており、警察は松岡さんは何らかのトラブルに巻き込まれて惨殺されたと推察しました。
複数の凄惨な死体が発見される中、現場にはイーホシさん本人の姿が残されていなかった上、彼の自室と寝室からは血まみれの汎用包丁が1本ずつ発見されたため、捜査関係者はイーホシさんが2本の包丁を用いて家族を殺害した後どこかに逃走したと判断し、イーホシさんの捜索を開始しました。ですが、事件発覚の夕方に事件現場から約3キロ離れた新都高千穂大橋の下にある五ヶ瀬川で、なんとイーホシさんの遺体が発見されたのです。また警察がイーホシさんの死の真相について捜査したところ、橋の柵からイーホシさんの指紋が検出された上、近くの駐車場に事件当日の早朝からイーホシさんの車が止められていたことから、彼は自ら川に飛び降りたと判断されました。その後、警察が現場検証を行った際に、イーホシさんの自室と寝室に置かれた2人の汎用包丁から、被害者たちの血痕だけでなく、イーホシさんの DNA が検出された上、イーホシさんの衣服にも被害者の血痕が付着しており、第三者の関与を裏付ける証拠もなかったことから、警察はイーホシさんが何らかの原因で家族とトラブルを引き起こし、松岡さんを含む関係者を皆殺しにした、と断定しました。相反する証言。状況証拠から飯星さんが犯行に関与している可能性は非常に高いものの、彼が遺書などを残すことはなかったため、現在でも飯星さんが凄惨な犯行に及んだ動機は不明のままです。そんな中、事件当日の松岡さんが夫婦喧嘩の仲裁役として飯星家に向かっていることから、捜査関係者の中には単に夫婦間でのトラブルが凄惨な事件を引き起こしたと推察する者も多いのですが、飯星さんの知人からは夫婦仲は良好だったと警察の予想と相反する証言が寄せられています。実際に飯星さんと美希子さんは事件当日、長女の結衣さんと共に会社の慰安旅行に参加しており、移動時には夫婦で結衣さんを間に挟み、家族3人で手をつなぐなど仲睦まじい姿を見せており、飯星さんの同僚は飯星さんが凄惨な事件を引き起こすとは思いもよらなかったと語っています。また飯星さんは過去に熊本の運送会社に勤めていた際に美希子さんと知り合い婚約するのですが、飯星さんは地元でも有名な愛妻家として知られており、飯星さんが会社の飲み会に参加した際には美希子さんが迎えに来ていた。過去の社員旅行時に美希子さんが熱を出した際には、飯星さんは美希子さんを看病するために旅行をキャンセルしていたといった証言が寄せられました。さらに飯星さんの同級生はマスコミの取材に対して、飯星さんは急に激怒する性格ではなく、夫婦間でトラブルが起きたとしても殺人に及ぶとは考えにくいと語っています。その一方で飯星さんの幼馴染からは、飯星家には夫婦間で不倫をめぐるトラブルがあったとの証言も寄せられており、飯星家の付近で暮らす近隣住民は、事件発生前には何度か夫婦喧嘩があった、喧嘩が起こるたびに飯星さんの両親が彼をなだめていたと語っています。また飯星さんは知人に対して、妻の美希子に変な噂がある、隠れて昔の男とどこかで会っていると聞いたと愚痴をこぼすことがあったため、捜査関係者の間では夫婦間で不倫をめぐって口論になり、最終的に飯星さんが衝動を抑えられず周囲の人間を皆殺しにしたと推察されました。さらに飯星さんは周囲の人間に、俺はいつも仕事が終わればまっすぐ家に帰っているのに、美希子は俺の方に女がいると疑う、これだけ真面目に仕事しているのに許せないと美希子さんへの不満を漏らしていたため、妻に自身の不倫を疑われたことも殺人の動機になったと考えられました。その他にも飯星さんは、両親はいつも美希子の肩を持つため納得がいかないと知人に語っており、捜査関係者の間では両親が美希子さんを日常的にかばっていたことから、両親に対しても不満を募らせ殺害の対象に選んだといった憶測が寄せられました。さらに事件が発生する数ヶ月前から、飯星さんが母親である美穂子さんの農作業を手伝う様子が見られなかったため、近隣住民の中には両親と飯星さんの間に確執が生まれたことを疑う者もいたそうです。また殺害現場の多くが風呂場や寝室などの生活空間だったことから、一度は松岡さんの説得が功を奏し夫婦間での口論は収まったものの、飯星さんが再び怒りの感情を募らせた結果、リラックスしていた家族や松岡さんに襲いかかったと推察されました。さらに美希子さんと結衣さんの遺体は他の殺傷死体とは異なり、素手で首を絞められた跡が残されており、2人は凶器を用いずに殺害されたことから、殺意を抱いた飯星さんが突発的に彼女たちを絞殺したと考えられました。また元警察官の犯罪ジャーナリストである小川太平氏も、複数人を殺害する計画であれば事前に複数の凶器を用意する上、第三者を犯行現場に呼ぶとは考えにくいことから、突発的な犯行と考えるのが自然であるとコメントしています。
謎に満ちた動機。夫婦間の痴情のもつれによる犯行が疑われる一方で、事件の真相をリーホスさんによる強行と断定することに違和感を抱く捜査関係者も存在しています。実際にリーホスさんの知人は、リーホスさんは娘のユイさんを溺愛していた、リーホスさんは家族との時間を大切にしたいと語り、仕事が終わると寄り道せずに自宅に直行していたと証言しているため、捜査関係者の中にはリーホスさんの浮気を疑うミキコさんや、ミキコさんをかばう両親や松岡さんなど、飯星さんが4人を殺害する動機はあっても、最愛の娘を殺害する理由はないと、事件に残された不可解な要素を指摘しています。また、長男である匠さんは、前妻との間に生まれた子供で、一時期は飯星さんとの折り合いが悪く、実家を出て熊本県内の建築会社に勤めていました。ですが、2016年に発生した熊本地震をきっかけに、自分が愛する地元で過ごしたいという思いを抱き、実家に戻ったそうです。その後、飯星さんと匠さんの仲は改善されたと言われており、飯星さんが匠さんに交際相手ができたことを知った際には、嬉しそうに周囲の人間に話すなど、飯星さんが息子を殺害する動機は見当たりませんでした。これらの不自然な点を踏まえ、ネット上では飯星さんは両親やミキコさんを殺害した後に保護者を失った息子と娘を不憫に思い道連れにしたといった意見が上がりました。その一方で、脱衣所と風呂場に横たわるミキコさんとユイさんの遺体には凶器による殺傷痕がないため、飯星さんが突発的にユイさんを殺害した可能性が高いことから、ネットユーザーの中には、飯星さんが最愛の娘を殺害した動機は同情とは異なる別の理由があると主張する者もいます。またこの主張を展開するネットユーザーは、事件の真相について、飯星さんはミキコさんによる不倫を恐れた結果、精神病を患ってしまい、被害妄想を肥大化させたことで家族を皆殺しにするという強行に及んだのではないかと推察しています。実際に近隣住民からは、飯星さんの両親は息子が何か精神的におかしくて、不倫はミキコだとか大声で言い、過度な被害妄想に陥っていると周囲に話していたと、ネットユーザーの推察を裏付けるような証言も寄せられています。さらに精神科医の和田秀樹氏は、飯星さんが家族全員を皆殺しにした場合、相当強い怨恨を抱いていたと考えられる、しかし同行した怨恨の場合、実際は何らかの被害妄想だった可能性があると語っています。また和田氏は、例えば女性トラブルが元で妻を逆恨みし、相手を殺さなければならないと思い込んでしまう、そして被害妄想による怨恨は対象者だけでなく周りの人間も殺害してしまう、いわゆる拡大殺人に発展することがある。飯星さんを犯人と仮定すると、彼が子供まで殺害した動機は、殺人者の子供として生きるのは辛いだろうという思いか、家族全員がグルになっていると妄想してしまっているかのどちらかの可能性が高いと自身の推察を述べています。結末。事件関係者全員が命を落としたことで、事件の真相は謎に包まれたのですが、警察の現場検証の結果、第三者が関与した形跡がないことから、最終的に本件は飯星正弘による単独犯と結論付けられました。その後、2019年7月に警察は、犯人の単独による強行で動機は不明として、容疑者死亡のまま飯星正弘を殺人容疑で書類送検しました。今回の事件は、一夜のうちに一家全員とその関係者一人が惨殺された上、犯人と思われる男性が自ら命を絶ったことで、事件の真相は完全に闇に葬られることになったものの、ネット上では事件の真相究明を求める声が多数上がっており、現在でも事件に関する議論が巻き起こっています。また一家やその関係者は地元の人々から愛されており、彼らの輝かしい未来が一瞬にして奪われたことを嘆く声も多く寄せられています。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、事件の真相が気になると思った方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。終わり。